そうですね。おーい、おい、おーい、そこの、そこのチミ。そこの郵便受け、私たちに話しかけてるのか。ああ、そういうことか。調べた方がいいんじゃない。はーい。まあ、じゃあ。おやおや、いらっしゃる。僕の俺の水で何か行き、行きなさい。けけけけけけけ。はい。お。キャンディーが買える。厳しい。とりあえず。どう、はい、まあ、まんべんなく買っておきますか。そんなたくさん買われへんか。72しかないですか。あ、プレゼントは100円もするか買えない。買えない。巻菱。まあ、これもでも相手のスライスを買う、まあ、回復があればいいですかね。ハートを10、ジュースを25回復する。なんだしょう。ジュースっていうのがなんか多分魔法の魔力。なるほど。じゃあとりあえずキャンディーを、はい、ね、3つほど買っておきましょう。はい、それでいいです。はい、お、うわ、いろんなのがあるね。風車の森、はるばる駅、まあ、バジルの家、まあ、バジルの家行きましょう。はるばる来たで。で、こういっぺん迂回して、あ、なんか、あ、畑だ。あ、これがひまわり。これはひまわりだ、いつも。なるほど。僕もひまわりみたいにいつも明るくポジティブな人間になりたいんだ。スズラン、厄除け。そうなんだ。まるちゃんに似てる。うん。よこしょよこしょ。あ、なんかいる。マンドラゴラやな、これ。マンドラゴラです。マンドラゴラ、絶対マンドラゴラです。不細工な植物は。ケル君知らないの？あれ、なんて書いたの？ナエモグラ。ナエモグラだよ。はい、あ、じゃあもう迷子になってるから凶暴になってんね、怖いやん。これもうやめて、お花がべっちゃんこになっちゃいますよ。うわ、めっちゃやってる。うわ、来た。やっぱり戦わないといけないんや。イライラしている。俺と同じように悩むぐらいにも感情があるんだ。防御力が下がってるよ。つまり攻撃のチャンスってことね。なるほど。じゃあ攻撃しちゃおう。いくよ、大森君、やっつけよう。ガンガン攻撃しちゃおう。ガンガン攻撃しちゃおう。イエーイ。ブシュブシュブシュ。イライラしてると防御力が下がる。ドゥ、なかなか硬い守りやな、でも。ああ、やっつけた。軽いもんだな。イエイ。お前のレベルが2になった。よかったね。はい。ほう、お花は無事みたいだね。よかった。そうだ、おもり、バトルのやり方をつかみつつある君にこれから立ち戻る手帳をあげよう。はい。ヒロ君な、年上やから。エネミーのすべて、ドドドドド、宝ポケットにしまって。はい。たまには俺たちにも何かを書くよ。メニューのポケットに、後で H を押してみて。はい。なかなか、なかなかつかないね。壮大ですね。グラジオラス、あ、聞いたことある、グラジオラス。グラジオラス、オーブちゃん。なるほどな。つまりオーブリーは石頭、ちょっと全然違うでしょ。あ、よし、次行こう。
誰だろう、バラ。正解は誰だ、ヒロ君の。そうですか。黄色は友情やな、確かに。全般に似ていると思う。万能や。へえ、すごい鬼座なんや。またいた。あ、また。来た。そうか、もう本当にドラクエと近いね。まあそうですね。うん、よし、本当にこのところ。命中率が下がんねんて。あ、でも命中率。はい。これ逃げてる。ヘル今の攻撃でしたね。おお。やったー。なんかさ、アンダーテイルをやった後やからさ、はい、罪悪感が湧いてくるんで倒すから。アンダーテイルをやった後やから、はい、まあ、また確かにこのゲームはちょっと近いというか、結構感情がありますよね。かわいそうなんですよ、ちょっと、ニコニコはイライラに強く。なるほど、イライラはしょんぼりに強い。へぇ、しょんぼりはニコニコに強い。ジャイケンボリ。面白い。はい、見ます。ニコニコしてるとイライラ、そこが仏教でそうですもんね。イライラして怒ってる人には愛を捧げてあげなさい。慈悲と愛がその怒りを鎮めるって言われてるんですよ。これも一番この現代社会において必要な格言ですよね。イライラしてる人には攻撃してはいけない。ニコニコしてあげなさい。優しくしてあげなさい。で、イライラしてる人にはしょんぼりしてる人が強いんやって。へえ、そうなんや。そうですね。いやいや、しょんぼりしてる人に強い。そうそうそう、しょんぼりして、イライラしてるって、しょんぼりしてる、しょんぼりしてる人が弱くなるの、イライラしてる人、まあ、ちょっとシャキッとするってことかな。イライラ、いや、まあ、なんかイライラにやられちゃうってことですね。やれちゃう、しょんぼりしてる人はもう余計シュン、はい、シューンとなってる人はニコニコしてる人に強い。ああ、そうなんや。これはニコニコしてる人がちょっと同情しちゃう、同情しちゃうみたいな ね、面白いね。不思議な図ですね、これ。はい、さあ、いよいよ着いたかな。え、これまだまだですか。なんかいるな。あ、それ蝶々か。サボテン、ほわ、サボテン、サボテンは結構飛び飛びしてはなるほど、なるほど、自然寺やと。ケル君でもサボテンならそう言ってる。ああ、まあね、僕ね、サボテンでさえからしたことがあるねん。もうサボテン買えますよね。すごいショックで、一番初めに持ってたサボテンはね、3年ぐらい生きたんですよ、はい、ちっちゃいこんなぐらいのやつ。ところがその後はね、すぐ枯れるんですよね。やっぱりそのね、株によるんかな。サボテン大好きなんですけど、枯れるとかわいそうやから。すげえじゃん、サボテン最高。シンプルで平凡で悪くて、うん、うん、うわ、またナイモグラだ。心配すんな、バジル。俺たちも慣れてきたからな。ふむ、こんなナイモグラがしょんぼり状態だね。ほら、膝を抱えて、かわいそうやん。はい、
ボコボコにしちゃえってきついな。まあ普通にとりあえずやるしな、あんまり確かに高いです。確かにすごいな。本当や、しょんぼりしてると防御が高い。全然効かない。確かに。あ、応援してみよう。応援してみましょうか。イエス。なるほど。あなたならできる。あ、変わった。ニコニコになった。ほんまや。あ、ほんならダメージが深まった。あとは攻撃あるのみ。なんかこれ騙し打ちみたいな感じで言えんの、ね、向こう全体攻撃してこないんですよ。ほんまや。あー、もうこれ倒された。応援したのに。応援して倒す。なんかモヤモヤするします。モヤモヤしますね。なんかモヤモヤします。はい、これはなんか豆腐を見つけた。はい、マッサージ。はい、ヒロいかにもケアする人みたいね。はい、なんとかバジルの家まで行きたいですね。遠い。お、ようやく。あ、これはマリちゃん。あれ、マリちゃんまだいた。はい、まあでもセーブポイント的なことですね。はい、なかなか遠いね。すぐそこだよって言ってて。はい、大きな旅ですね、これね、結構。そうですね。食べよう。イエーイ。あら、ピッポ。で、もぐもぐ、ありがとう、マリ、最高。どういたしまして。みんなが、はい、はい、お、いよいよ今から行く。そうしよっか。行こう行こう。マリ一人で寂しいな。マリは徹底してセーブポイント扱い。ほんまやね。セーブマリやな。お、お、来た。なんか来たぞ。ほらまあ、ほら今までいじめたから親分が来たんや。来た。大変なことやな、これ。とりあえず普通に行きましょう。そうです、まずね。ブラジル。ノブラジル攻撃。なかなか攻撃は効くね。一応入ってますね。そう、まだジーヤは優しい攻撃をしてくれますね。すごいな、結構ダメージ受けた。あれ、ちょっと恐れ気味だな。でも大丈夫、みんなで協力すれば絶対倒せる。チームワークの特別費用だ。はい、
そういうことか。そう、違うところですね。数字が書いてある。おお。どこや。やる気はどこに出てんの？全然わからへん。いや、このメーカーです。あ、わかります。下の03とか。はいはい。やる気回復、あ、なんか選べるんですか。しょんぼりしてる。なんかよくわからないですね。一瞬出てくるからどう選んでいいかわからないですね。そうですね、ああ出たら、それは畳みかけだ。攻撃をした後一定時間内にやる気を使って畳みかけができるんだ。好きな方向キーを押して何が起きるかよく見てみよう。はいはい、お願いします。そう、瞬間的に選ばなきゃね、これね。面白いな。ね、うまく操作できないよね。いや、なんか、やっぱりゲージが溜まってないよ。ああ、そういうことか。おう、なった。ゲージが溜まってないから透明に見えるね。そうですね。なかなか強いね。お、はい、おお、どうした。凄まじいやん。いやいやいや、もうあっという間やなこれ。なるほど。へえ、そんなすごい攻撃になるんや。スペシャル攻撃なんですね。はあ。確変やね、パチンコでいうところが。まあ、結構、ファイパンとかでもこの手の技はね、すごいな。早く家に行きたいんですよね。ねえ、なかなか、やっと入れるか、これで。これ大体分かったかな。ヒューマンバトルはこれにて終了を。自己啓発も。はい、ありがとうございます。たまにバジルに話しかけた方がいいですね。はい。お、すごい。なんて素敵な靴の家ですね。桃源郷のような世界。来た。
多いパーティーやな。はい、チーズ。ごめんね。見せて見せて。かわいい。見たい見たい見せて。喧嘩してる。で、どう？バジル君、ごめんね。大丈夫、バジル。やったな、二人とも。いや、それはわざとじゃないよ。なんかバジルってちょっと病弱的な感じもあるよね。ようやく入れる。はい。めっちゃおしゃれ。どこから行きましょうか。いっぱいものがある。はあ。雰囲気とか見ています。そうですね。ほんまにこの世話するのが好きなんやね。話しかけますか。じゃあ話しかけます。はい。写真を持つ準備ができた。どういうことだろう。写真を持つ。何かあるんですかね。とりあえず、はいで。じゃあ、はいしてみましょう。はい。よくわからないです。さっき言いましたが、ここでないです。さっきバラバラになっちゃったんですね。そういうことですね。こけたときに。何？それは不可能じゃないですか。ほうほう。まあ、一番右が一番最後に撮ったやつですよね、はい、そうですよね、はい、はい、だからあと3つの組み合わせですよ。これ最初ですよ。多分多分これは最初です。最初に見ました。イエーイ。こんな気がする。そうです、そうです、そうです、はい。で、次これですよ。で、この順番じゃないですか。このまさにこの順番でいいじゃないですか。いいのか。はい。寝てるのは最後でしたよ。みんな、うん。
で、これはさっき取ったやつやから。これでいいですか。はい。イエーイ。あれ？おお。あれ？おかしいな。抜けてたのか。お、いよいよなんか違う世界になってくるの。いや、ちょっと顔がめっちゃやばい顔になってる。この顔は普通ありきたりの RPG ではない顔ですよね、もはや。本当にガラスの仮面的な。何かおかしいな。めっちゃもうやばいですね。何か点滅してますね。いや、そんなこと。ああ、来た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 。これはデーモン族的な。あ、なんかもう目が字が目がマリちゃんが、マリちゃんがこれイブの主人公みたいな目になってるよ。マリちゃんが、マリちゃんが何きたー、アキラ。おおおーやなこしやすぐみ TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの、実はやりたいなと思って。